皆さんこんにちは。こんにちは、ファイナルファンタジー14新生オールゼア開発コメンタリー動画をご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます、今回は皆さんがとても気にされている新生 FF14 のゲームパッドモードについて、操作方法や開発コンセプトなどを実際にプレイしながら開発スタッフに紹介してもらうという内容になっています。はい、ということで、プロデューサーレターライブでもおなじみの新生 FF14 プロデューサー兼ディレクター吉田に来ていただきました。はい、吉田です。よろしくお願いします。今回はあれですね、はい、日本のゲーム開発ではなかなか珍しいコメンタリー形式の動画になってますけれども、そうですね、今回はプレイステーション3版を含めてゲームパッドモード、はい、まあ、ゲームパッドで、MMORPG 遊ぶとどうなるのかというのを、やっぱりゲームのプレイ動画だけだと分かりにくいので、うん、僕がね、実際にこうパッドでプレイをしながら、吉田の手元も同時に映すことで、はい、MMO ってもっと簡単だよとか、ゲームパッドモードってどんなもんだろうっていうのが分かりやすく、ね、見ていただけると、そういう企画になっております。なるほど、はい、それでは早速プレイを始めていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。はい、それではまず基本中の基本、キャラクターの移動とカメラ操作をお願いします。はい、まず一般的なゲームと同じくですね、はい、こう左スティックがキャラクターの移動で、はい、右スティックがこうカメラの操作ですね。はい、はい、前、まあ、前後ですね、左右と、はい、あ、マウスキーボードで操作するときと違って、はい、キャラクターの交代は後ずさりではないんですね。あ、そうですね、ファイナルファンタジー11と、はい、それから旧ファイナルファンタジー14で、かなりこの操作に慣れてらっしゃる方がいるということで、ゲームパッドモードの標準はこういった操作になってます。なるほど、はい、さらにですね、はい、右スティックをこう押し込むと、はい、パッとこう主観にありますね、かなり、はい、まあ、押し込むとまた戻って、はい、左のスティックを押し込むとバットですね、はい、でもう一回押すと戻ると。なるほど、はい、ターゲットを言うと挙動が変わるんですけど、はいはい、でさらにボタンだと今回とても簡単に操作できるようにこう丸を押すとですね、もう即一番近いターゲットをターゲットして、はい、まあ、会話がこうできたり、はいはい、でさらに四角を押すとジャンプですね、はいはい、上のボタンを押すとマップが開いて、はい、下がキャンセルと。なるほど、はい、とてもシンプルですんなり入れそうですね。そうですね、とにかく難しくならないように本当に一般的な操作ですぐやりたいことができるというのを追求してますね、ゲームパッドモードに関して。なるほど、はい、これ Windows 版だと、はい、いろいろボタンの場所を自由に置き換えたりできましたけれども、はい、パッドモードとか、はい、それからプレイステーション3版でも自由にボタンへの割り当ては変更できるんでしょうか。もちろん、とてもね、長くプレイしていただくことになるので、はい、PS3 版ゲームパッドモードでも、お好きなようにね、いろんなボタン配置、キー配置、キー割り当てしていただけるように作ってあります。なるほど、はい、では次に MMORPG で最も多用する操作の一つ、ターゲットの切り替え方法についてお願いします。はい、ですね、これはもう単純にですね、はい、こう近くへ行って、はい、十字キーの左右ですね、はい、こう左右を切り替えると、近い順にどんどんターゲットが切り替わります。なるほど、他のプレイヤーとか NPC それからモンスターなんかにこう順次ですねターゲットが切り替わると。はい、はい、で例えばこの NPC に話しかけたいときはこうターゲットを合わせて近づいていってボタンを押せば会話が始まります。なるほど、はい、これは近い順にとにかく何でもターゲットするという感じなんでしょうか。そうですね、初期状態では近い順にこう何でも全てですね、この間にモンスターがいればモンスターもどんどん画面に入っているターゲットできる対象はターゲットしていくと。なるほど、はい、それだとモンスターがたくさんいて混んでる場合とか、パーティーメンバーが入り乱れてる場合とかは何度もこう押しながら合わせていく感じになるんですね。そうですね、それってでもすごいストレスですよね、はい、パーティーメンバーに早くケアしたいみたいな時がどうしてもあるので、はい、近い順にもちろん味方パーティーメンバーだけをターゲットできる方がいいので、そういう場合は上下キーですね、この上下だけをこう操作するとこう3つこのパーティーメンバーこの2人パーティーですけど、ここだけをこうターゲットすると。なるほど、
そうすると総当たりならば左右キー。そうですね、こう左右キー、はい、パーティーメンバーの時は上下キーっていうのが基本になるんですね。そうですね、この2つっていうのが大きく基本になってきます。はい、はい、でもちろん、はい、このじゃあ例えば敵だけを今度はターゲットしたいみたいな、そのターゲットタイプっていうのを自分で細かく設定できるモードっていうのも用意してあるので、はい、あのそちらを使いこなしていただければまたいろんなことができるようになったりします。なるほど、はい、ありがとうございました。はい、さて、移動もできました、カメラ操作もできました、ターゲットもできました、はいはい、となると、あとは画面中央のこの十字になってるアイコンなんですが、はいはいはい、こちらは何でしょうか。この十字に並んだ2つの塊、はい、で、まあ、都合16個ですね、アイコン出てますが、このこれをまとめてクロスホットバーというふうに呼んでます。なるほど、形がちょっとゲームパッドに似てますよね。そうですね、今ちょっと動画の方でちょっと調整して見ていただきますけども、はい、こんなご覧の通り十字の、はい、4つの方向と4つのボタンというのが非常にこうよく似てるの分かりますよね、パッドと比べて、はい、でこれは見た目通りこの中央のラインを挟んで左側の8つのうちのさらに左の4つっていうのが、うん、方向キーの4つの方向に対応していて、はい、逆に右側は4つのボタンに対応していると。要はゲームパッドがこう2つ並んでる絵を想像していただけると分かりやすいんじゃないかなと。なるほど、はい、割とそのままなんですね、分かりやすいと思います。そうです、そうです、はいはい、と先ほどの説明だと、はいはい、左右キーではターゲットの切り替えとか、はいはい、それから四角ボタンだとジャンプだということだったんですが、はいはいはい、その辺はどうなってるんでしょうか。ですね、まあもちろんこう何もしないで操作すると先ほど、はい、ご説明した通り、はい、アクションするんですが、はい、なんとですね、このクロスホットバーっていうのはこのちょっと押しますね、はい、こう押すとですね実行待ちという状態になっていて、はい、左の8つがこうアクティブに今なってますね、はい、はい、で逆に R2 を押すと右の8つがアクティブになると。なるほど、はい、L2 や R2 を押し込んでいる時だけこうアイコンが浮き出て見える感じになるんですね。はい、この状態でそれぞれのキーをとかね、それからボタンを押すと割り当てられているアクションがそのまま実行できると、はい、例えばクロスホットバーの今右の三角に手を振るってアクションが入ってるんですね、はい、でこれを実行しようと思うとまず R2 押します、で押す、あ、手を振りましたね、はいはいはい、これはそのまますぐに実行されるんですね。そうですね、あの丸にはこうドルが入っていて、で、四角にはこうですね、はい、で、バツにアピールと。なるほど、はい、アクションも連続してどんどんできるんですね。できますね、こうお辞儀、はい、手を振る、踊る、アピールみたいな感じですね、はい、スムーズにこう、どんどん、はい、で、例えばこの、じゃあ今度は左側ですね、 L2 押しながら例えば上に今スプリントというこう加速するアクションが入っているので、はい、このままこう即座に加速できたりですね、はい、あと下にこの L2 の下にはオートアタックって文字が見えると思うんですけど、はい、オートアタックが入っているので左右キーでモンスターをターゲットして左押して下を押すだけでもうすぐオートアタックが開始できる。なるほど、はい、これは最初からキーやボタンにアクションが割り当てられているんでしょうか。はい、もちろん基本的なアクションというのはあの標準ではめさせていただけます、いただいてますが、はい、このクロスホットバー、本当皆さんがお好きなようにどこにでも自由にアクションを設定できるので、うん、なるほど、もう自分好みの、もう僕は例えばですけど R2 しか使いませんって方は右側だけでやっていただいても構わないし、うん、はい、左だけっていうのももちろん可能だし、はい、本当にカスタム性広く作ってありますので、なるほど、お好みのね、クロスホットバー配置を作っていただけたらなと思います、はい、これは慣れると相当アクションの実行が早くなりそうですね、はいはい、早いですね。僕はずっとこうマウスキーボード派ですというお話をしてたんですが、はい、今回こう作り込んでいく過程ですね、これかなりいけてるぞと、はい、はい、いうのが今正直な感想でですね、局面によっては本当にゲームパッドの方が早いんじゃないかというぐらいですね、はい、なるほど、はい、ぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。はい、
さて、ではそろそろ吉田さんの腕を見せていただきましょうか。はい、わかりました。はい。じゃあ、行きますかね。さて、どの敵にしましょうか。はい。おっと、おっと、おっと、あそこに、あれですね、FF といえば。言えば。言えば。モルボル、モルボルがいますね、はい、モルボルにしましょう、はい、じゃあまず、はい、ターゲットをね、しますね、はい、はい、はい、いっぱいいるんで、ターゲットまず定めて、はい、はい、クロスホットバー変えますね、で、R2 押し込みます、はい、近づきます、アタック開始、うん、確かにこれは早いですね、そうですね、今もう解説しながらですけど、はい、はい、これで3連コンボですね、はい、もう1回、まあ、アクションアクション、はい、アクション、はい、なるほど、で、左に切り替えてこう下にシールドでスタンさせて割り込んでとかですね、なるほど、やっぱりこの移動をこうしながら、はい、すぐ、ね、こう状況に応じてドーンと技がかませるっていうのが大きいですよね、なるほど、すごく使いやすく、はい、してますね、倒しましたね、はいはい、これ魔法も同じように唱えられるんですか？あ、いけます、いけます、はい。では、はい、パレットを切り替えて、はい、血の、はい、こうです。なるほど、こんな風に、自分好みにいくらでもカスタムできると、そういうことなんですね。そうですね、クロスオットは本当にたくさん用意してあってですね、はい、こう、切り替えてね、こう、ブランクこんなにありますんで、はい、例えばこうやってエモーションだけのね、はい、バーを作って、何かね、MMO、皆さんプレイヤー同士が遊んでてね、はい、すぐこう、ご挨拶したりね、はい、じゃあまたねーってこう手を振ったりですね、はい。なるほど。はい、こう、エモーションだけのね、こう、作っていくと、すぐにね、はい。これは別に戦闘中に織り混ぜるとかいうこともまあ可能ですよね。可能ですよ。はい。あとこれ入れられるのはアクション以外にも何か入れられるんでしょうか？マクロ、はい、なんかそのこんにちはっていうマクロを作ってですね、はい、セリフと同時にこう、はい、エモーションしたりっていうのを登録しておけば、ほんとワンボタンでそれがすぐにね、発動できたりしますね。これだいぶ高い自由度になりそうですね。はい、今回に関しては相当、はい、はい、やってますね。基本はもうほんと、基本はこれで以上なので、ほんとに多分買ってすぐにね、はい、馴染んでいただけると思います。で、プレイステーション3版に関しては、これが標準の操作になります。はい。で、いよいよですね、ベータテスト、フェーズ2から、PC の方でまず、このゲームパッドモードが、皆さんにテストしていただけるようになって、はい。その後はですね、いよいよフェーズ3から、PS3 版の方でも、このクロスホットバー、ゲームパッドモードを使って、はい。はい、遊ぶことができますので、いいですね、ぜひね、皆さんも楽しみにしていていただきたいなと。思います。はい。はい。はい。